お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらマジアチャゴブドリデッキやっていきたいと思います。だけどなんかすごいね、今までとは系統が違うデッキを拾ってきました。なんかウォールブレイカーとかあっても良そうなんですけど、削るのがゴブドリとマジアチャしかないです。なのでマジゴブドリ抑えられたら端前マジアチャ取るねで無理やり削っていかないと削りきれないようなねデッキ、そしてあとはスケファイスピで謎に高回転で施設も謎に2個あるっていう、バルーンどんだけ嫌いやねんっていうようなねデッキなんですけど、ちょっと面白そうだなと思って今日はねこれ使ってトラゲやっていきたいと思います。よろしく。謎に高回転ですからね、まあゴブドリ積極的に飛ばしていきつつ、ゴブ折りでね、まあ、守れるので、まあ、困ったら防衛施設2個使ってって感じでね、防衛は強そうなんですよ。問題は削り切れるのか論があります、僕の中で。なのでちょっと序盤から積極的に攻め取るのとかしちゃってね、スペルがまあ取れねしかないので、相手のなんかプリンセスとか吹き矢が厄介ですね。ゴブリンバレルとかはそのぶっちゃけファイスピとか、まあトルネとかダクプリとかでまあなんとかなるっちゃなるじゃないですか。まあでも相手のね奥遠いユニットがね厄介ですよね。マザネク、マジアチャ、ウィザード、もうすべて小屋やないかい君。さあ小屋も嫌ですよね、溜まっちゃいますからね。マジアチャ連なので壊します。さあ壊させてもらって、いやすごい出てきたな急に。これはドリルでいいんじゃないか。さあドリル付け足してあげて、まあ、ファイスピとかもなんか、いやそこで行かれるんかい。これマジアチャで居抜きてえけどな、あとちょっと怖いよな。いや居抜くのが良かったのか、居抜いてもそうでしたね。小屋だもんな、小屋バルキリー、小屋バルキリーマスケ、えなんやこれ相手、ま、もしかしたらですけど、マジで小屋だけで削るデッキの可能性もありますよね。いや、これ、なんかやだな。本当に。俺、小屋使うけど、小屋使われた時の気持ちわかんねえからな。やだな。すごい嫌な気分になりますね、小屋。厄介っすね。全部溜まっちゃう。あれ、トルネとかでもうね、壊しちゃいたいもんな。さあ、耐えて。問題は、同サイド行くか、逆サイド行くかなんですけど、なんか逆サイドの方がいい気もしてきたよな。でもヤナアメなのか、ファイボとかあんのかな。あとはバルキリーをちょっと射抜かないといけないんですけど、この相手の回収用にマジアチャも使いたいんですよね。これさ、えぐいっすよね。マジ攻め手が本当にこんだけなんですよ。これ今バルキリー咲いたからっていうので攻めるんですけど、本当にね、攻め手が超少ないデッキなんですよ、これ。あ、でも、回転が早いから意外となんとかなったりするんちゃいまっか。いや、マジアチャで。いや、まあ、もうちょっと居抜きたかったな。居抜きたかったな。今の居抜けてたら熱かったっすけどね。いや、でも、スケボーをね、さばいたことによって、めっちゃダメージ入ってる。熱いね。いや、これ、飛ぶな。マジで飛ぶな。ナイス。あ、ファイスピやばい。いや、そのファイスピやだな。さあ、ドリル飛ばして、マジアチャでもう居抜くしかないんですよね。まあ、あいつ待ち。バルキリー待ち。マジで。マジでバルキリー待ち。さあ、あ、その子も俺の居抜く要因だったんだけどな。居抜かしてくれ。ナイス。熱い。おお、目の前から居抜かしてくれる。ナイス。で、ファイスピー、読み穴め来る。来んのかい。なんでさっき来たんや。これちょっと範囲が広い。ファイスピー範囲広いんだな。これ待って、居抜かしてくれるやつだ。さあ、居抜かして、待って。ファイス、オッケー、ファイスピー一発。ナイス。いやーマジ、いや本当にマジで居抜く縛り人やねえかっていうぐらい居抜くことしかできないんですけど、いやえぐいなこれ。ドリル欲しいな。ちょっと待ってな。えぐいんすよねマジ攻め手がなさすぎてえぐいって。これもう端間にさ無理やりマジアチ出してさ祈るっていうのどう。いや、なんならマジアチは神エム、うちのマジアチはいい子ですね。ナイス。いやえぐ削れねえ。まあめっちゃ回転意識してるのは大事かもしれないですね。本当に削れないから、ドリル飛ばして、スケ、ファイスピー、なんかで、ドリル飛ばしてみたいな感じで、スケ、ファイスピーうまいこと使って、マジ積極的に攻めていかないと終わる気がしますね。タイブレイクでね。
ボーイはね、なんかメガゴとかダックプリとかってやっぱスペルでやられない分結構活躍してくれるんですよ。火力も高いからね。よし、さあ、折り置いていこう。もしここで逆サイド攻められても、スタイクドリルがあるんでね。ダブル施設で守っていきます。さあ、ライドラー。ライドラーはラバーか、エリゴレか、まあ、ジャイか。ジャイかな、わかんないけど。だから先にジャイのことっていうか、僕ずっと、ジャイかな、ジェイかなって言ってたんですけど、コメント欄で、ジャイアント、G ですって言われて。確かに。恥ずかしいと思いながら。さあ、ゴーレム来ました。ここはね、檻で釣っていきたいね。檻とマジアチャのね、範囲で、もうダクネ君をね、しばいていきたいんですけど、しばかれそう。いや、ファイボ？そんなバカな。メガゴが入ってる。さあ、ダークプリ優秀か？これちょっとファイスピでもいいよな、別に。まあ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 、確実にね、トルネでもいいでしょうと。ここの間はゴーレム君ですね。ゴーレム君は守れる気もするんだけどな。よいしょ。さ、ザップか？君はザップがあんのか？いや、痛い。結構痛いね。俺だってそのダメージ削るのめっちゃ大変っすよ。で、ボンバーいたな。ボンバーいてリババ咲いてるってことは、あ、ボンバー咲いた。皆さん、ラッキー。よしよし。で、これで、なんか対応してきたところ、マジックアーチャーでね、ぶっ刺していきたいよねっていう。来い！まあ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 、こっからね。こっからぶっ刺しゲーミングだよね。もう犬いとかないと削れないんだよね、僕。犬かわしてもろって。さあ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 、ほんと犬来たいだけなんですよね。ナイス？ああ、なんか、もうちょっとあったやろう、絶対。さあ、守りたいと思います。守れるかな？気合でね。まあ、ファイボでしたね。ファイボだったから、まあ、うちのダックプリとか、そういったユニット、最強ではある。一応ね。気持ち的には最強ではあるものの、わ、ライドロ、エグチンパンやんけ。マジで。びっくりした、今。すげえ、チンパンやんけ。ね。これ、えぐいな。さあ、メガゴでね、守ります。で、スケでちょっとカバーしてあげたい。ナイス。いやー、ナイス。え？本当に？本当に言ってる？俺、自分が一番びっくりしてる。ボンバー咲いてねえんだよな、今回の相手。だから、ここで相手のゴーレムとワンチャン被れば。おい。さあさあ、これで相手ゴーレム出せないですよ。で、マジックアーチャーで回収して、まあ、もしファイブ打たれても、ダックネは適当にね、対応して、流れとしては非常に悪くない。で、相手はここでね、ゴーレム出してきたってことは、今は攻め時、チャンスオブザ、チャンス。いや、本当に、英語とか、マジで、なんも意味ないから、俺の。気にしないでね。やばいやばいやばい。ちょっとやばい。待って待って。ナイス？お願い。もう一発？おーい！マジアチャオピー！ナイス！いや、でかいですね。本当に、マジアチャマジアチャ好きな方にはね、超おすすめですけど、多分マジアチャ本当使ったことない方とかは、絶対触らない方がいいです。多分このデッキね、そんな強くないですね。自分で触ってたと思います。いつもこのデッキ強えなとか思うんですけど、今日に限ってはね、思わないですね。なんか削るのがしんどい。けどまあ楽しいですよね。U の弾いていく。さあ、U のダークプリということは、まあペッカタンとかが、まあよく見るけど、どうなんでしょうか？ホバリング？ホバリングダックプリーの？なんだこれは。いや、本当にすごいわかりません。トルネでちょっと早めに処理しておきます。ダックプリーののホバリングはね、なかなか見ないっすよね。なかなか見ないっすよね、正直。いや、やっつけるんかい、君。マジかよ。予定来る、いろいろ来る、いろいろ来る。痛いなぁ、このゴブドリ。いや、ゴブドリ意外と痛えなぁ。さあ、これでもカウンターだからなぁ。攻めてもいい気がする。でも、ここで攻めることによって、さらにまたカウンターが来るっていう無限サイクル。いや、メガゴ残ったら熱くね。これ熱いよね。で、ゴブリン生まれたらゴブリンに滝が、あー、いかねえか。さあ、結局ちょっとピンチっていうね。で、相手ゴブドリだったから、ダークプリ温存したいね。さあ、ウッときた。ファイスピとか読みなのかな。さあ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 。で、これにはユーノで対応してくると。で、序盤の間にキング起動したいんですけど、こっち側でキング起動を狙うと、このユーノは受けないといけないんですよ。まあ、このユーノだとさすがにキング起動されないかもだけど、
ちょっとこれ、いや今いらなかったかな、ファイスピの火力をあんまり把握できてない事件、なんかいらない感じもした。で、あー、いやわかんねえな今回の相手のデッキが。マジでわかんねえんだけど、まあホバにメガコ当てられるのはでかいよね。で、ドリルにダクピリ当てるのもでかいよねってなったら、意外と悪くはない気がする。さあ、さあ当てていこう。見てからでいいです。さあ見てから当てて、しっかりね、確実に対応していきます。で、こうファイスピン飛ばして、キング起動します。オッケー!いや、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいね。君どうしたの?ナイス?さあ、なんとなく逆サイドにね、シフトチェンジ。で、さっき、5飛んできたな。普通にゴリゴリ5でしたね。マジ、僕のほんと、削れないんですよね。なんか、意外と頑張ってるように見えて、全然なんですよね、っていう。マジで。削りがね、マジでヘボいです、このデッキ。よいしょ。耐える。耐えるので精一杯。ホバリング来る。マジでちょっと抜くか。気持ちね、延命式。あー、で、マジ、ちょっとマザーネクなのか。いや、マジで何のデッキなんだろうな。相手。いや、マジで何のデッキこれ。本当に思うんだよな。いや、えぐい。これ、やっちゃったかもしれない。そう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 。いや、耐えて。ゴリラ?ナイスゴリラ?スケからの、ファイスピの方がいいかな。いや、メガゴ連れてくる。ナイス?いや、耐えて、耐えて。マジで。攻め手が欲しいよ。攻め手が欲しいよ。いや、しょぼすぎる。しょぼすぎるって、それ。タケノコ防衛で使ったらあかんっすね。ほんとに。こっから。いや、こっから。いや、ワンチャン?いや、ワンチャンのなんか、掴み方がえぐいって。いや、マジで、ほんとに行くしかないんですよね。行くしかなくて。いや、ワンって、ウッドサイト。え、マジで。いや、あら、マジで、マジで、マジで。マジであるぞ、あるぞ、本当にあるぞ。ドリル警戒。マジである、マジである、本当にある。冗談抜きである。さあ始めましょう。じゃあトルネ、もう無理やりトルネします。すべてを引っこ抜く。こっちやでー。オッケーオッケー。あら、マジである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 、頑張ります。で、ドリル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 。いやー、待って待って、豚豚豚呼んでねえんだよ。豚だけは回してくんじゃねえ。さあ、これもう無理やり引っこ抜きたい。こっちに。いや、あら、マジある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 、マジね、俺終わったと思った。もう残り5秒ぐらいの感覚だった。でも20秒ぐらいやった。うわ、マジか。今の、勝てましたね。あれ、ドリルやったな。なんか出してもうたわ。マジか。ちょっと、もっとイケイケで攻めていきたいと思います。序盤からね。後半のワンチャンがちょっと狙えるっていうのを今知ったので、でかいです。さあ、ダークプリね。ダークプリ辛いよな。このデッキ使ってて。非常に辛いんだよな。あ、これ早いな、ディガーが相手の。相手のディガーが早いってことはディガーです。何言ってるか分かんないかもしれないけど。相手のディガーが早いってことはディガーなんです。これちょっともう絶対的に倒したい、相手の遺跡。で、プリンス?うん、やっぱジャイですね。ドリルで受けます。ドリルで受けて、一旦耐えましょうか。相手はジャイプリプリですね。で、まあ相手のディガーをできるだけ抑えたいですね。僕のダメージがやっぱなかなか入らない分、相手のダメージを抑えていかなきゃね。よしよし。いや、でかいっちゃでかいよね、今の。でも同サイド嫌なんだよな。あ、でもダックプリ咲いた。まあ今ドリル咲いてるからか。うん、こっからっすよね。さあ、メガゴ。サスケとかでも耐えながら、耐えて。いや、いい感じに耐えれそうだな。いや、耐えれはするね。いや、まあ、防衛は硬いんだね。攻めが弱いっていう。レアですよね。なんかもう攻めが強いデッキしかないじゃないですか。言っちゃうクララって。もうゴレとか、
エレージャイとかロイジャイとか攻めが弱いって新しすぎるよねっていう。さあマイナーが飛んでくるね。さあからのこれちょっとカウンター狙いたいけどな。これダックプリとか延命してもよかったかもね。ドリドじゃないと攻めがもう攻めとして成り立たなくなる。これで端前で前でダックプリを使わせたかったな。そしたら裏がバレちゃうもんね。うん、いやでもメガゴがそこそこにいいファイスピじゃないのか。これメガゴが熱いよマジで。メガゴが熱い。あ、いいジャイアント。いやこれやったか俺もしかして。いやでもこれはここで全てを破壊したい。ナイス。いや熱い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 。よしよし、ちょっと生きったけど防衛は硬いからね。マジでこのデッキ防衛硬いからこんぐらい生きってなんぼ。ナイス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 。プリンスいるもんな。ここはさすがに一回待とうか。ここだけは待とうか。さあでマジアチャがねやっぱファイボでやられるってなるとあんまり出すのがねちょっとねね日和りますよね。ファイボで行かれるの君ってなっちゃうからな。さあダークプリも一回出してあげた方がいいかな。いやでも防衛だけマジで防衛だけは硬えな本当にびっくりするぐらい防衛だけ硬いですよね。いやでもなんかこれ微妙だな。やっぱマジアチャ出さない方がいいですね。出すとやばい気がする。あれトルネでさよならできるんじゃないの。いやさよならできないとやばい逆に。ちょっと待って待って待って、えぐ。これドリルは間に合わない。一回耐える。いやめっちゃいいファイボ。うわマジか、うわマジか。耐えて。いや耐える。いやファイボ使ったでしょ。いやワンチャンあります。マジアチャ取るんで決めきりたいけど、あのプリンスどうしようかな。絶対端前ジャイアンじゃないですか。確定ジャイアンなんですよ。まあこれ拾うわけじゃないですか。気合で拾うじゃないですか。拾って守るじゃないですか。いや本当はここでトルネード使いたくねえんだよな。使うしかなくてここですマジアチャ。これでもマジアチャ絶対バレてるんですよねもうこれあーマジかよ。結構いい感じだったんだけどな。もう一回ここ。いやーくそー、何をやりかしたんだっけ。いやーもう忘れたわこれね。惜しいなこれ絶対ね。俺一つ思うことがあるんだけど、ウォールブレーカーでいいのよ。まあスケとか絶対ウォールブレーカーでいいんだよね。もうウォールブレーカーとかだったら絶対強いの、もっと強いなって思うんですけども、まあスケなんすよね知らんけど。でウォールブレーカーだったらもうめちゃくちゃ攻めっ気あってね、良くなりそうだな。このもう弱点なくなるじゃんっていうね気がするけど、スケであったからな。スケで拾ったからスケで使えるようになんなきゃな。攻めっ気大事だけど攻めすぎも危ないですからね、マジで。ちょっと特に。さあ、メガニート来た。これは防衛から行きましょうか。メガナイトの受けとかもありすぎですけどね。ダークプリに折り回って、スケ取るので金ピドとかもできて。もう何でも守れそうだけど。大丈夫か、これ。さあ、歩いてもらって。ああ、しょっぱなくらいエグい攻めてくるね、君。やめて。よし。いや、これ、このゴブリの位置、メガナイト飛ばないんですよ。そのゴブドリ、ゴブ折りね、この子は。ゴブ折りが壊れた瞬間に、メガナイトでね、壊された瞬間に、普通のなんかこの辺の位置だと、メガナイトがジャンプするんですよ。壊れた後のゴブ折りに対してですね。多分この後一応できるかもしれないんですけど、逆サイドの2個植えますっていうんですかね。っていう説明をするしかないんですけど、そこに出すと、相手のメガナイトジャンプしません。っていうのがあります。だから生まれてきたゴボリが HP いつもより残ってカウンターにね、つながりやすくなるっていう位置のゴボリですね。定位置をここだとして、まあ、逆サイホグの釣れない位置の施設の位置ですね。の2個上ですね。メガネってきた逆サイ側に出すとよりいいです。さあちょっと暇だからね、防衛絶対できるんでダックプリ出します。あのメガネットに対して、ここの、ホグが釣れない位置の2個上ですね。ここに出すと、相手のメガナイトが最初はジャンプしますよ、もちろん。最初はジャンプするんですけど、最初ジャンプした次にジャンプしません。ここですね。こんな感じで歩きます。これが強いです。さあ、で、ここはちょっとなんか歩いてもらって、
メガナイトウィザードか。ウィザードちょっと怖いですよね。ウィザードちょっと怖いですけど。さあ、攻めマジアチャ構えていきまーす。ピョイーンしたかっただけ。いや、でもコウモリも処理してね。なんならドリル君も刺さって。2個上ですね。ここかな。最初ジャンプ。いや、高すぎたか、これもしかして。一応、間違えてしまうと、ああ、でも飛ばない。ナイス。いや、強っ。マッチョ強いな。そんな守れちゃうか。ドリル飛ばして、ギャングかな。いや、わかんねえな。370折れそうだね。よいしょ。ナイス。さあ、マジアチェ無双ですからね。今回の相手は。さあ、低めダックプリ。で、トルネード来る読みドリルとかどうですか。ドリルじゃねえ、折りだな。もうドリルとゴボリさ、2個入ってるとさ、わかんないんだよね。マジで。どっちってなっちゃうんだよね。さあ、ドリルですね、今回は。ドリルって耐えて、これえぐいな。メガナイト絶対通んねえっすよね。かわいそうに。あ、最後に。オーケー、ナイス、グッドゲームと。いうわけで、マジでね、攻めは大変ですけど、マジアチでこじ開けてください。どれだけこじ開けられるかはもうあなた次第ですというね、デッキなんですけども、ちょっと面白そうです。で、なんなら、マイナーチェンジするなら、スケアをウォールブレイカーにすると、もっと強そうなんじゃないかなと思ったので、皆さんもちょっとね、このマジアチャドリルデッキ使ってみてください。というわけでね、今日は終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いいたします。では、お疲れちゃんでした。またね。